はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは獣道ガーリッシュスクエアということで、これエンターグラムさんなんで、まあ普通にまあギャルゲー系かな、 PC からの移植ギャルゲー系かな。まあいや、これ PS4 とスイッチですね。ということは、まあ2024年4月25日オンセール。はい、あれ、ゲーム内容は、あ、ここか。ストーリー、主人公中森大河は秋葉のカレー屋で働くアイドルオタク。そんな彼の推しは秋葉を中心に活動している地下アイドル獣道ガーリッシュスクエア。あ、これゲームのタイトルがまんまアイドルグループ名なんだ。まだまだ駆け出しの彼女たちをいつか必ず武道館に連れていく。ここだけ具体名が出てくるんだな、武道館。そんな崇高なる目的に向かって少数精鋭の同志たちと充実したオタ活動を送る日々。まあ少ないのかな、本当に少ないのかな。そんなある日、タイガは深夜の秋葉で偶然彼女たちのレッスン風景を目撃する。ファン心理ですこそこそ覗いていると、なんと彼女たちは光をまといキラキラーといつもの衣装に変身。たちまち現れる宙に浮かぶ謎の魔法生物たち。そう、彼女たちのステージ衣装は実は魔法少女コスチュームで、アイドルでありながら魔法少女でもあったのだ。もうその時点でもよくわかんないんだけど、どういうことですか。案の定覗き見をしていたのがバレ、魔法生物に追いかけ回され殺されかけたりもしたが、自分たちの住む魔法世界を救うためには人間たちのエナジーが必要で、そのためにアイドルを目指す彼女たちに協力してもらっている。ということは、この魔法少女でアイドルのこの子たちは、まあ言ってみれば普通の人間で、で、この、なんだ、魔法生物たちにこう騙されてじゃないけど、まあなんかこう、まあ言ってみれば秋元康さん的な魔法生物が、こうなんかプロデュースして、こうね、第何期ってこう入ってくるようなイメージなのかな。はい。しかし獣道ガーリッシュスクエアはまだ鳴かず飛ばずのアイドルグループ。ほとんど嫌おうなくの流れで、タイガはプロデューサー兼マネージャーとしてグループの活動に参加することに。こうしてドタバタ含みで幕が開く魔法少女系アイドルサクセス予定ストーリーをがガオーと元気に始まります、ということで、まあ、よくわかんない、なんでガオーなんだろうな。あ、獣だからか、獣道だからか。獣道あんま関係ないのかな。アイドル獣系アイドルで、宇宙、魔法少女で宇宙人ってなんか、宇宙人関係ないか。まあいいや。まあ見た感じヒロイン4人って感じだよね。だから、正規ルート、成功ルート4ルートあるって感じだよね、イメージは。ということで、これは、スメラジ跳ねる。よっしゃ、獣道ガーリッシュスクエア行くよ。秋葉を拠点に活動する地下アイドルグループ獣道ガーリッシュスクエアのリーダーでツッコミ担当。歌やダンス、トークもかなりの実力で、それはそのはず、実は国民的アイドルグループで活躍していた元トップアイドル。訳あってグループを脱退した今も再起を目指して新しい仲間と頑張っている。経験者の自分がしっかりしなきゃという意識が強く、みんなに発奮を促したりするが、空回りしていることが多いことも多い。アイドルとしての活動に全てを捧げているため、ボロアパートに暮らしている生活にはそこそこ苦労している。ということで、お供性魔法生物ペンギン。ということで、ペンギンは出てこないのか、ここには。あ、ここにあんのか。後でいいや。で、二人目。これが赤髪の人が、ニタニテトラ。なかなかすごいな。ありがとう、そんな風に言ってもらったの初めてだから。都内の名門国立大学に通う大学生。グループ内ではオチ担当。
どういうこと？魔法生物ニャモの勧誘に応じる形で魔法少女とアイドルの二足のわらじを履くことに。だからみんなそうなんじゃないの ?4 人とも。かなりのマイペースでライブかつ本番です、すらスーンとした雰囲気がある。情熱がないというよりはそもそもあまり感情が表に出ないタイプ。そんな振る舞いを含めてファンたちは受け入れて応援している。本人も何とかしたい、気持ちはそこそこあるのか、主人公とにアイドルとしての心得を問うようなシーンも、好きなものはいくらということで、ニャモ、猫ですね、お供はね。まあ、名前もそんな感じだもんな。で、3人目が、パープル系の髪ね。の人が、これが、うずき、白雪。まだまだ頼りない私ですが、これからも見守っていてくださいね。くださいね。おっとりほんわかなお嬢様。グループ内ではあざとかわいい担当。まあ、ボケがいないので、ね、今のところ。メンバーもプライベートのことは把握していない。いろいろ謎に包まれた女の子。物腰や世間知らずさからかなりのお嬢様なのではという説も未確認。純粋で誰に対しても優しく、いきなりギュッて手を握ってまっすぐ目を見つめてきたりなど、ナチュラルに人の心を奪っていくような人たらしな素質がある。異様に熱心な老人のファンがいる。趣味は読書。っていうかさっきのさ、最初のキャラクターなんかもうなんかボロアパート住んでるぐらいまで行ったのに、なんでこっちお嬢様情報が未確認なの？ということで、ロップというウサギがお供生物、魔法生物ですね。はい。で、これが4人目、茶髪。これが森のクミ。たまみじゃないんだ。なんだか運命的ですね。ドキドキします。金沢から上京してきたは、はつらつ元気担当、ボケいないんだ。アイドルやりながら調理師の専門学校に通っている。都内の有名ホテルのレストランでアルバイトもしている。人一倍の頑張り屋さんで、みんなに元気を振りまく存在。でもオーバーワーク気味で休みの日はベッドからなかなか出てこれない。ノーとはっきり言えない消極的な性格がこの状況を作っているとの噂も。よくお供の魔法生物グリをモフモフして元気を充電している。特技はお料理。ということで、グリというのはクマですね。ということで、4人の魔法少女兼アイドルに、4人のこのお供魔法生物がいると。これ、ペン、ニャモ、ロップ。まあ、よくあるよね。こういうキャラクターで、こう、ね、釣る感じですね。で、あとこれは？これは誰よ？アライラスカ。これもスパイスの神のお導きかしら。ダンニャワード。ダンニャワード？主人公が働いているカレー屋、ラスカルのオーナー兼店長。残念美人、満場一致で頭のネジが何本か飛んでいる。なんやかんやあって道に迷った彼女は未来を探すため世界を放浪。行き着いたガンジス川でスパイスの神の啓示を受けたため、帰国してカレー屋を始めた。すべて実証。なお、自慢のラスカルカレーは100円台のレトルトと大体互角の味。なぜこの安さで秋葉で店とかやれるのか、主に資金的な意味で、深くて濃い芸能界知識を持っているなど、いろいろと謎が多い。好きなものはカレーとアイドル。ということだから、これがアイドルのその店なのかな。アイドルの、お店系なのか。お店、ちょっと待って、ガーリッシュスクエアっていうのこれは何？お店にで歌ってるってこと？よくわかんない。コウチュウさん、白雪ちゃん、うおー、あー、そういうことね。獣道ガーリッシュスクエアを支える、猛将のファン。老いてますます盛んな人。白雪激推しのジジイとしてファンクラブの中でも一目置かれている。一方、他のメンバーへの関心の薄さが時々態度に出てくることがファンの間でよく指摘されている。ライブの後は同志たちと反省会。ちゃんとがっつり深酒もするし、唐揚げも食べる豪のもの。ベンチプレスは110キロ。
この程度で人が出てくるってことは、多分他の観客は全部セリフのみだったり、同じあのモブキャラだったりする中にこの人だけちゃんとこういるっていう、存在するって感じた。あとは多分個別ストーリーでこの人が結構絡んでくるのかなっていう感じがします。ということで1と2がセットに、ああそうなんだ。ハネルとテトラだっけをピックアップして、獣道ガーリッシュスクエア1と白雪とクミだっけをピックアップした獣道ガーリッシュスクエア2、 PC 版では1と2で分かれていた物語がセットになりました。ということは、だからパソコンではもしかしたらこの4人がこう、まあ、一緒にアイドル活動してるんだけど、最初から見れるストーリーが2人ずつだったやつを合わせてるから、まあってことはこう共通ストーリー個別じゃなくて、こうストレートなストーリーを4本見れる感じなのかな。ちょっと分岐とかシステム面の説明がないからわかんないね、これだと。ほう。追加シナリオ収録。だからシナリオは多いんだよ。新たに2つのシナリオが追加されました。新規 SDCG も追加されています。ということで、獣道ガーリッシュスクエア1、前日誕。ヘンデスメル魔法王国から来たペンたちとハネルたちとの出会い。そしてヒロインたち4人の出会いが描かれます。で、獣道ガーリッシュスクエア2後日談、エピローグ後のヒロインたちとの出来事が描かれます。ということだから、まあ1と2とその前と後ろがあるっていう、こう読む順番はそんな感じなのかもしれないというとこですね。これわかんないね、選択肢とか分岐とかあるかどうかもよくわかんないね。で、スペシャルだ、これ多分完全生産、これだ、完全生産限定版ですね。はい。ということで、まず特典1、B2 タペストリー、跳ねると白雪 の水着姿を、跳ねるか、と書き下ろした限定版パッケージイラストを B2 タペストリーに出しました。海で、バカンス気分な2人のイラストを大判サイズでお楽しみいただけます。で、2がアクリルフィギュア、テトラとクミだったっけのアクリルフィギュアになります。全長約17センチこんぐらい、私服姿の2人を、お手元に置いてお楽しみいただけます。ペットも付属、ペット2つか、3000円ぐらいかな、感覚的にはもう少しすんのかな。ということでプロダクト、はい、まあ、本当に通常版と限定版の絵をまんま使う感じなんだよね。で、タイトル「獣道ガーリッシュスクエア」、ジャンルがアドベンチャーゲームで、PSO とスイッチで発売で2024年4月25日発売、価格が、通常版8228円、税抜きだと7480円、完全生産限定版が12078円、税抜きだと19080円ということなので、だいぶ3500円、税抜きで3500円差だから、税込みだと3850円差か、まあまあそんな感じの値段になるかと思います。結構まあまあ、でもアクリル最近なんか高いイメージがあるからそんな感じかな。で、これセロはね、セロ C15 歳以上対象となっています。ということなので、まあこれに関して言うと、なんだろう、こう読み物系、ノベル系じゃないんだよね、多分 ADV って書いてあるってことは。多少分岐があって、もしかしてでも、1と2ってこうね、2人ずつピックアップしてるってことは、いつものよく共通シナリオでこう、なんかいろいろ選択することで4つに分かれるイメージじゃないんだよね。2人のどっちかに分かれるって考えると、じゃあ最初からこうストレートになんか物見してるタイプなのかな、ちょっと疑わしいけどよくわかんない。はい。まあそんな感じでね。まあどうなんでしょう。まあちょっともう少し、エンタグラムさんのね、サイトではもう少し情報を見せてほしいけど、まあもしかしたら PC 系の移植だとしたら、元原作サイトとか行くともうちょっと情報わかんのかな。あんま変わんない気もするな。そんな感じです。はい。